はい、今回は、エクシオンの、オメガ7チャイナの続報があります。前回説明と紹介だけだったんですけども、セブンチャイナについて、取材したところ、面白いことが、返ってきたので、それを紹介したいと思います。でセブンチャイナはですね、もともと今結構粘着が結構出てるブームの中でも全然違うテイストのラバーで、いわゆるそのテンション寄りの粘着ではなく、もう打倒強表を狙ったラバーであると。でエクシオンの中にジョンヨンシク、アンジェヒョン、チョデソンってエクシオンの契約選手がいるんですけども、彼らがバックにオメガを使ってフォアに強表を使ってるんですね。でそのフォアの強表を使ってる彼らが選んだラバーということです。彼らがいろんなラバーを押し出してエクションで、それで、あ、これが一番強表に近い、これが強表のテイストがあるっていう風に選んだラバーがオメガ7チャイナ。2種類ありましたね。グアンとインと。で、グアン、まあ、光って書いてグアンの方。グアンはまさに強表を目指して作られた強表テイストのラバーになってます。で、インの方。インの方は、もう強表を超えるラバーを作るとして作ったラバーです。で、一応コンセプトは中国粘着なんですけど、作り方が全然違うらしくて、もう寄せた方と超えるのを目指した方と、二軸で作って、で、55度と60度っていうので、グアンとインができました。まあ彼らトップ選手の意見を反映して作ったラバーということで、相当期待が持てるんですけども、この後、打っております。ただ、すげえ難しいんで、僕はもともと強表を使えない人間だし、粘着難しいって思ってる人間なんで、で、若干途中で指導が入りな、打ち方の指導が入りながら打っておりますので、温かい目で、ご覧ください。じゃあ、ちょっと待ってください。グアンの方。グアン。はい。オメガ7チャイナのグアンを打ってみます。グアンが55度だ、結構硬いラバーというか、硬すぎていいボールが、でも開いて打ててて、打ててますよ、うん、いつもの巻きと違って、だこれだ、よりチャイナマっぽいから、こう巻いて打つと全然ですよ、普通ですよね、巻いて打つと普通だね、普通ですよね、ちょっと上ずる感じの、ああ、うん、だからよりこういう下から出すぎですか今、ま、いやいや、全然いけてる。もう結構。おい。今みたいな感じ。最低限今みたいな。こう当てないと。お。あ、それが、全部じゃないけど、うん、はい、強い、インパクト強い方がより性能が出て、弱きゃ弱いで、それなりに回転かかるけど、うん、やっぱ強く打った時の、なんていうの、飛びは中国製のラバーみたいな、それドイツ製でしょ、ドイツ製です、そういう感じはしないんだよね、強くいけばいくほど、ああ、お、結構まっすぐじゃないですか、強打した時だ、これ強表っぽいですよね、こっちストレート、うわあ、結構ボールなってるよ今これはここ声は入れなくていいけど、はい、今結構そこ取ってるけど、はい、その明らかに柔らかいスピンテンションと違う弾道、けど多分これ普通に巻いて打つと
そうっすよ。なんかあれっすね。そんなに強い古戦にならない。強氷っぽさはここにあるかなってのは。強氷もそんなに、ぶっちゃけ今の粘着テンションのが、古戦になりやすいんですよ。強氷って、だこう中途半端なドライバーだと、全然ボールがいかないのも強氷っぽいです。ラリータイプ一生終わんないやつじゃないですか。じゃあやっぱり強振できないと、ちょっとドライブ打ってもらっていいですか。カウンターマジ強強っす。相当かけてるけどね、頑張って。うわ、はい、相当負けない、硬いから。ただ、おそらくこれ中途半端に打ちますよ。あ、中途半端で打ってもいいや。おお。いや、意外と中国製の粘着ラバー使ってる人にはもう一押し欲しいって人に合うと思うよ。普通の中国製粘着こんな飛ばないですもんね。おお、いい。てかだんだん慣れてきて、いいボール出てきて。慣れてきた。じゃあループしていいですか、僕は。ああ、かかってないようでかかってる。おお、ちょっとこう弾いちゃうと普通のボールになっちゃうんですけど、うわ、めっちゃ沈んだ。でも結局中ペンが多いじゃん今ペン、はい、ペンは特に中ペン開きやすいから、あ、やっぱ打ちやすいでしょ、ペンの方が。使いやすいっていうか、打ちやすいです。なかなか中ペンで巻きにくいから。引っかかりいいですよ。めっちゃいいっすよ。今の巻いた。で、これがグワンです。次、イン打ちます。イン。インは、さらに硬い、60度。聞いたことないです。聞いたことない。俺も聞いたことない。はい、僕のパワーじゃスピードが出ない。ちょっと待ってください。両足やられた。だが、硬い。硬いというか、食い込まない。食い込まない。食い込む前に。それでも超トップ選手向けにエキション出したんでしょ。そうです。だからやっぱりスイングが早きゃ食い込むから。もうちょっと。まっすぐですね、これ。判断していいですか。うわー、ちょっと待って。買ったもん、カウンターの時に、硬さすげー感じますね。まあ、押されない感じはやっぱり硬いからあるんですけど、もっと超水平に、もう台と平行ぐらいで大丈夫。こんな打点で打てないですよ、普通。ループ打ちます。
リスク返しやすいですね、こっちの方が。やっぱりもうちょっとこうバチって打てる人よってね。ちょっとインは難しい、60度ですもん。巻いちゃうとダメだ。今下から上ですか？結構。まあそうね。もうちょっとこう打たんと。そう、今みたいに当たるときにクッて一瞬クッと一瞬力入れてまっすぐ。スイング速いだけじゃない。こういう感じ。そう。ちょっと手打ちになってますけど。あ、マジこれ本当にチャイラバ打ちしないと厳しい。今いもう一歩早くてもいいな。開くのが、あ、今よかった。いいよいいよいいよ、だんだんすげえ難しいです。当てる時にちょっと回転かけなきゃ。一瞬今こう当たってます、うん、てかかけてないから、一瞬かけないと思う。そうすごい難しいじゃないですか。音がでも違うね、他のラバーと。ちゃんと打った時音いいですね。ごめんなさい。おお、乗ってきた来た。キュッとここで一押しがあれば、と低いボールもいけそうですね。硬い。サーブとかは？サーブは切れそうだけどね。アームはもうてか飛ばないから切れますね。シートが引っかかるんで。うん。これは多分グワンでやっても切れます。うわー、飛ばない。うん。切れる。ちゃんと当てないといい音しないですね、これは。で、いい音したときにいいボールが行ってくれるから、あんまりごまかしが効かない。巻くとやっぱりインパクトの力逃げるもんね。あ、やっぱりそうですね、うん、おー、いや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 、良くなってきた。あのこれ僕が打ってるから変なボールしかいかないですけど、やっぱマナブさんが打った時って一番取りづらいボール来るんですよ。ちゃんと打てる人がガッて打った時ってどのテンションに比べても一番取りづらくて回転量がわからないボールが来るから、それが魅力かなーって。サボれない、マジサボれない。なんか相手が落としたりオーバーしたり、連続で打つ。連続で打てない、戻れない。まあ、もともと中国ラバー使いじゃないからね。そうですね、僕が中国ラバー使いじゃないから。ただやっぱり中国ラバー使いじゃない僕から言わせると
あの強強にあったもどかしさとか難しさが相当感じる。で強強よりないのか。今の一番いい打ち方。今の良かった。今の一番いい。今の良かった。ちょっとわかります。ちょっとやっぱ。開いて、そういう打ち方、うん、スイング強制ラケットになります。おお、そういう打ち方、いい音、やっぱいい打ち方するといい音が、手のやっぱしなりで打てるとさ、そうそう、あんま踏み込まずに、そうですね、体重移動はするんだけど、さっきの宇田じゃないけどさ、踏み込む体重移動じゃなくて、はい、うん、踏み込まない体重移動で手だけしなると、あ、そう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 、そうすると結構シャイラバーの今ちょっと踏み、あの体重がこう前に行っちゃうから前に行かずに残すぐらいで、あ、ただこれインの方はマジで硬いです。マジ難しい、取りづらそうなボールは出てるんですけど、マジ難しいです。だから強氷使いだったらおそらくうわすげえってなると思うんですけど、半端な気持ちでテンション使いがこれにテンション使いって変な言い方ですけど、普段テンション使ってますとかいう人が中国系粘着系流行ってるからこっちにしようって言われると多分弾き返されるラバーですね。相当難しい。なかなか使い手を選びますな。けどマジで強氷には近い。難しい。大丈夫ですか。最初インじゃなくてグアンがいいです。絶対グアン。絶対グアンがいいです。うん、グアンの方がまだまだ使える。インはちょっと現実的じゃない。まあグワンの方がいいです。でも行った時の今これ、はい、寄りで撮ってるけど、はい、深く入ってその弾道ボードが沈まずに結構もう 奥まで行くよね、うん、なんていうの、飛距離があるっていうか。そうですね。あとこのラバーでしか出せない弾道ボールが失速しないっていうかさ、それはわかります。なんかすげえ可能性に、てか入ってるのは大体深いよ。可能性に満ち溢れたラバーではあることは間違いないですけど、使えるか使えないかちょっと僕難しい。これは相当あの若くて動ける人じゃないと。それかもうこれループと一発だけやって、あとはもうひたすら粘るか。7000円なんでね、これ特別感は欲しいですけど、特別すぎて使えて装備できる人が少ない。おーい、リボレ手挙げる。今回まだ発売、4月発売です。オメガチャイナの、グアンとインっていうラバーを打ちました、これまだちょっとサンプルなんですけども、性能は変わらずお茶の前届けられると思います。お茶の前お茶の間では卓球しないです強氷使いとかその本格的な粘着ラバーの人に向けて作ったラバーなので、その人たちにとってはおっていうようなラバーになっていると思います。